内科医竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、河原と心の診療所、院長内科医竹尾と申します。この放送では色々、医療にまつわるちょっとエフ8イタス小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。まと、毎朝53らライブをやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、 えー、今週はですね、えー、臓器移植に関する話題をお送りしておりますけれども、毎週水曜日はですね、えー、声の書評をお送りしておりまして、今回は多分史上初だと思うんですけど、ちょっと欲張って2冊ですね、本をご紹介したいと思います。えー、まず1冊目はですね、この母からもらった腎臓、生体腎移植を経験した記者が見たこと、考えたことっていうことで、えー、毎日新聞出版から出ている書籍で、 もう一個はですね、ルポ海外臓器売買の闇っていうですね、えー、これは新調新書ですけれども、はい、の2冊をご紹介してみたいと思います。で、えー、なんでこの2冊をね、ご紹介しようかなというふうに思ったかというとですね、あ、というかその前にですね、この2冊ともですね、あの、記事を書籍化してるやつなんですよね。だから断片的にですね、記事をご覧になられたことがある方もいらっしゃるかもしれません。はい。で、その2冊がですね、ちょうどね、ほぼ同じ時期、今年の えっと、4月、3月、4月かな。えっと、1冊目のその母からもらったしんあ心臓じゃない腎臓の方が、えっと、今年の3月ですね。で、えー、ルポの方が今年の4月に発,刊って発行ということで、あの、販売、販売のね、開始時期も似ていてですね。で、えっと、全然内容としてはね、扱っている内容違うんですけれども、でも、 2冊一緒に読むと、なんか立体的に見えるかなというふうに思ってあの、この2冊を今日ご紹介しようと思いました。はい。で、まず1冊目のですね、この母からもらった腎臓の方はですね、この副題が書いてありまして、えー、生体腎移植を経験した記者が見たこと、考えたことっていうことで、えー、これあの、倉岡さん、倉岡和樹さんっていう方が書かれてるんですけれども、この方ですね、毎日新聞の記者さんなんですよね。はい、その方があのご自身の体験をもとに書かれた。 あ,のあともうちょっとねあのインタビューとかもあるんですけれども基本的にちょっと後から目次お話しますけれども第1章第2章だからえっと2分の13分の1ぐらいかなはご自身の体験記をずっと書かれてらっしゃるっていうことでまあそれがメインの書籍になっているかなというふうに思いますでえっとまあ簡単に目次をご紹介しますとえっとまずはじめにから始まってですねまあはじめにのところはねあの日本の人 増量の多さとかですね、あと人体体療法の概略みたいなのが書いてあって、えー、で、第一章が、えー、そのご本人の体験としての悪化する一方の人機能。 生体腎移植を決心するまでということで、まあ書籍はね、詳しくはご覧いただけたらと思うんですけれども、もともと糖尿病をお持ちで、糖、え、尿、ー、病性の腎臓病からネフローズ症候群、あの、たんぱくがね、非常に漏れ出るような病気になって、でなおかつ腎機能も悪くなって、えー、一時期はね、ちょっと透析が必要な状態になったんですけども、そこから離脱して、えー、腎代替療法の中で腎移植、特に生体腎移植っていう選択を、があるということを知ってですね、で、えー、お母さんから、 けあのもらうというような、そんな形の流れが第一章。で、えー、第二章がそこから母の腎臓を移植、生きる意味を見出すということで、あのこれ、いつもね、お話しているように、この、えっ、ー、と、この、えっ、ーと,えー、と、蔵、さんでしたっけもう、やっぱりね、仕事とね、このお病気の治療、前、まあ、は腎移植をやってみたいなのとの両立っていうところがね、非常にキーになってるかなというふうに思って、えー、そのあたりが第二章で書かれてるっていう、そんな感じです。 で、えー、第3章からですね、第、えっ、ー、と、何章だったかな。第3章、4章が、えっ、ー、と、脳死の心臓移植ルポとかですね、あと、小児の心臓移植ルポなんですけれども、ここはね、ちょっと、あの、飛ばさせていただいて、あと、第5章ですね、今日ちょっとね、実はご紹介したいもう一つの理由がですね、この第5章の お移植の現状と課題、指揮者インタビューということで、3人のですね、えー、ドクターにお話聞かれてるんですけれども、その一つ目はですね、この、えー、母から腎臓をもらった医師の覚悟ということで、腎臓内科医のですね、村上先生のね、あのインタビューがね、書かれてるんですよね。で、村上先生ですね、私、ちょっとだけね、あの、交流がありまして、で、えっと、そのインタビューがね、出てるのはね、あんまりないので、ぜひともね、ここの部分をご覧いただけたらなというふうな思いで、 まあそれもあって、この書籍をご紹介したんですけれども、村上先生自身もですね、実は、えー、腎臓病を持ってらっしゃって、で、腎移植のね、体験をされてらっしゃるんですね。お母さんからの生体腎移植をされてるっていう形で、で、まあそれをですね、あの、ご自身の経験を研究してるっていうような、はい、あ研究するし、あとはそういうね、普及啓発活動も かなり熱心にされている先生なので、その先生の、ね、インタビュー記事が出ているっていうのはあの非常にいいなと思ってご紹介させていただきました。あのちなみにですね、村上先生のね、この、えー、人食レシピエントが見つけた生き甲斐っていう2015年のね、あの論,論文というか奨励報告があるんですけど、これね、ご自身の経験を奨励報告にしていてっていうので、でこの記者さんですね、この倉岡さんも、そのお論文、 症例報告を見つけて、で、村上先生にあの取材に行ったみたいな、そんなことが書いてあるので、ぜひね、ご覧いただけたらなというふうに思います。あの、論文も、の方もですね、合わせてご覧いただけたらなというふうに思います。はい。で、それで最後に終わりにっていうような、そんな構成になってますね。はい。 で、えー、これ、一番はね、やっぱりかなり詳細にね、特に第一章、第二章のところ書いてあって、まあ、これ、あの、私ね、監修させていただいている人造生活チャンネルさんの方でもですね、人食のこと、いろんなこうコンテンツとして動画で出されてますけれども、あ,あの、やっぱりね、最高ね、フロジー、 いやとしてはですね、いやっていうか、最後ね、フロジーをね、あの、専門にするものとしてはですね、やっぱりこの辺のね、こう、リアルな描写っていうのは非常にね、あの、興味深いですし、やっぱりここら辺のね、こう、心理的な部分ってどうなっているのかな、みたいな感じで、非常にね、興味が湧く書き方になっていて、あの、はい、興味深く拝読いたしましたっていうことと、えー、あともう一つはですね、この終わりにのところにね、特に書いてあるんですけれども、この内部障害のことですね、内部障害ってね、 あんまり、あんまりってか、ほとんど知られてないと思うんですね。障害者、あの、実はね、人職された方はね、まあ、この書籍の中にも書いてありますけれども、障害者、ああ、一級っていうことになるんですけれども、ただ、えっ、ー、と、周りから見ているとですね、全然障害者っぽく見えないっていうか、あの、障害者っていうと、どうしてもね、その車椅子に乗っていたりとかですね、なんか、あの、手足の、 一個が明らかに不自由だみたいなとかですね、そういう感じで見られると思うんですけれども、でもね、内部障害ってこの腎臓病とかですね、まあ他にもあの心臓が悪い、えー、肺が悪いとかですね、あとはあの高次脳機能障害っていうですね、脳卒中後の後遺症としてのそういうものがあったりとかっていうのがあったりするんですけれども、でもね、一見するとね、あの、 全く障害がないふうに見えてしまうっていうことで、まあ、そこら辺のね、やっぱり啓発も必要かなというふうに思っていて、その辺があの終わりにのところにも書いてあったので、ぜひね、その部分もご覧いただけたらなというふうに思いました。はい。っていうのが1冊目でした。で ええー、あ、ここまで7分。ちょっと、あの、2冊目はね、ささっと紹介しますけれども。で、2冊目がですね、あの、ルポ、海外、臓器売買の闇っていうことで、これもね、ご存知の方多いかもしれないですけれども、実はね、読売新聞は、あの、この臓器移植とかですね、海外臓器売買のことってね、結構記事出してるんですね。私もね、多分全部見切れてはないと思うんですけれども、で、それがね、結果的にどういうことになっているのかって、まあ、今もね、まだ実は裁判中、 なはずなんですけれども、それがね、一冊にまとめて書いてあるっていうことで、いや、これはね、すごいあの、取材力としてもね、素晴らしいですし、これなんかね、えっと、2023年度の新聞協会賞を受賞したらしいんですけれども、それがね、一冊にまとまった本っていうことで、いや、これはね、あの読むに値する本かなというふうに思いました。で、ちょっとね、あの、 小立てが細かいんで、ちょっとこの本はね、あの、目上はご紹介しないですけれども、ぜひともね、一度ご覧いただけたらなというふうに思いますし、これもね、あの、先ほどと同様に、やっぱりね、あの、最後ね、フロジーの観点からもね、非常に、あの、興味深いと言ったらあれですけれども、あの、非常に勉強になる書籍だなというふうに思いました。で、やっぱりね、まあ、海外臓器移植に行きたくなる心理というか、あの、そう、そこまでね、追い詰められてる だっていうところも非常によくわかりましたし、一方でね、この、実はね、これ、あの、その圧旋してたところはね、東京のね、NDPO の承認を受けてしまってたんですけれども、あの、はい、まあそういった、まあ海外への裏ルート、まあまさに闇っていう感じですけれども、そこら辺がね、あの、まあ、今でこそね、国会とか、あの、学会とかも動き出していて、あの、学会でもね、調査がいろいろされたりとかされ、しましたけれども、 そこら辺がね、やっぱり、あの、日本国内のね、体制整備がね、もっと必要だなというふうに思った次第です。はい。という感じで、今日はちょっと欲張って2冊ご紹介させていただきました。はい。それでは、えー、最後、新んじゃんけんに行って終わりにしたいと思います。いきますよ。新んじゃんけん、じゃんけん。チョキということで。 今日も幸せな一日でありますように、お相手はないかの竹でした。興味津々。